今から屋外でキャンドル暖炉を作りたいと思います。レンガはホームセンターで全部で868円でした。キャンドルは50個入りで398円なので1個あたり8円弱と、コスパも最高です。最後にキャンドル暖炉でお茶が沸くのかも実験してみたいと思います。キャンドル暖炉を作るのはとても簡単です。まず土台を作ります。最初に下にレンガを1枚引きます。両サイドにこちらのレンガを組み立てます。外から見るとこんな感じですね。もうほぼこれで完成です。最後にこのキューブ状のレンガを乗せて上にキャンドルを1個乗せれば基本形は完成です。ここに火をつけてみます。はい、火がつきました。最後に蓋をすれば完成です。ではお茶を沸かしてみたいと思います。お茶を沸かすときはこれでは火の高さが、ちょっと上まで届かないのでもう一つこのキューブ状のものを敷きます。屋外で実験なのでちょっと風がきついんで、果たして沸くのかどうか分かりませんがやってみたいと思います。まず上に網を乗っけます。その次に、こちらスタバのカップですね。これに、いっぱいだとかなり入っちゃうので、半分ぐらい入れます。はい、ではこれを鍋に移します。アウトドア用の鍋ですね。さあこれで果たしてお茶が沸くのかどうか時間も測ってみたいと思います。一応9分タイマーしてみました。つけてから多分10秒ぐらい経ってますので、まあ、9分10秒ということにしてみたいと思います。こちらのスターバックスの、ニューヨークバージョンのマグカップなんですけれども、まあ、ここに、ニューヨークって書いてあります。ニューヨークシティ、現在ハッシュキャンディというインスタグラムのフォロワーを増やすツールを開発中なんですけれども、その開発している、システムエンジニアさんが、お土産に買ってきてくれました。もうすぐ、リリースします。12月中にはリリースしたいと思いますのでよろしくお願いいたします。火をつけてから18分経ちましたが、そうですね、そこの方にちょっと気泡が見える程度ですね。まあ沸いてない沸いてない感じですね。まあどの程度は温まってるかちょっと一回飲んでみたいと思います。鍋の底は結構こんな感じですすだらけになりますね。いただきます。これは残念ながら全然温まってなかったでした。この今入れた量のさらに半分で、室内でちょっと実験し直してみたいと思います。はい、こちら室内に戻ってきました。キャンドル暖炉です。薪ストーブすごく憧れるんですけれども煙の問題やあとはコストですね。薪結構かかるんでキャンドルこれ1個でしたら、10円もしません。8円ぐらいですか。なのでものすごくリーズナブルに、作ることができます。ではもう一度お茶が沸くか実験してみたいと思います。まずもう1個下にブロックを置きます。上に置きます。一番上の部分は外してしまいます。まあこれでもいいかもしれないですね。これだと普通のキャンドルです。上に網を置きます。そこに、片手鍋のアウトドア用のちっちゃいやつですね。さらにスタバにカップにさっきのお茶の半分ぐらいの量にしました。
果たしてこれで湧くかどうか実験再開してみたいと思います。はい、室内で10分、火をつけてから10分経ったんですけれども、残念ながら全く沸騰する気配がないので、これはですね、固形燃料を使わないと多分ダメですね。キャンドルの炎では、火は湧きます。あ、火は火じゃないですね。キャンドルの、火ではお茶は湧きません。一応、飲んでみたいと思います。あ、ほのかにあったかいです。ということは、20分ぐらいずっと置いとくと、もう少し、湧くんじゃないかっていう気がしますね。次回ちょっとそういう実験もしてみたいと思います。それでは家庭内用のキャンドル暖炉に合わせてクリスマスソングで Have Yourself a Merry Little Christmas をお送りいたします。